ティリヒ・スタニス・ラフル・ディ・ティリヒ、1959年4月10日帯は、ドイツの政治家。所属政党は、ドイツ・キリスト教民主同盟。2008年より2017年まで、ザクセン州首相を務めた。ドイツ東部の少数民族ソルブ人の出身である。ドイツ民主共和国のドレス伝ンのイフェルデルに、カトリック教徒のソルブ人の家庭に生まれる。 父親はドイツ社会主義統一党党員で地域指導者を務め、ソルブ人団体で活動していた。ソルブ人高校で学んで1977年にアビトゥアに合格後、国境警備隊で兵役義務を済ませた。その後ドレス電工科大学で学び、工学の学位を得た。1984年から仮面津の電気企業で技師として働き始める。 1987年10月から1989年5月まで、仮面津軍委員会に勤務し、1989年5月からは、軍委員長代行を務め、通称、配給を担当する。1989年から1995年までは、中規模企業を経営していた。1987年、事故の希望により SED の衛生政党である。 東ドイツのキリスト教民主同盟に入党。1987年1月から1989年3月まで、バーベルスベルクにある SED の幹部、養成学校である国家、法学アカデミーで学ぶ。後に、ディリッヒ自身はこの学校を、数多くあったマルクス・レイニン主義講座の一つに過ぎない、と説明し、 その思想を必ずしも支持していたわけではなかったと述べている。ティリッヒにはシュタージから接触があったが、いずれも断ったという。1989年にシーディ地区代表委員に就任し、1990年には同等の全ドイツ地区代表委員に選出された。さらに1990年3月に最初で最後の自由選挙で、 人民議会議員に選出された。ドイツ再統一により、人民議会が解散されると、1994年まで、欧州議会オブザーバーを務めた。第4期欧州議会では、ドイツ代表として選出され、財務委員会副委員長や欧州連合財務、報告副委員長を務めた。また、1992年から1999年まで、同議会で、 欧州人民党執行部に属した。1999年、ザクセン州首相、クルト・ビーデンコップフの内閣に、連邦、欧州案件担当大臣として招聘された。2002年には、ビーデンコップフ内閣の公認に選出された、ゲオルク・ミルブラッド内閣に、州首相長官として入閣し、2004年からは、ザクセン州環境、農業大臣に転じた。 在任中は2002年のエルベ川大洪水を受けてのエルベ川治水事業に取り組んだ2004年にはザクセン州議会議員に初当選した2007年ザクセン州立銀行の経営危機問題で辞任したホルスト・メッツの公認としてザクセン州財務省に転じミルブラットの側近としてザクセン州立銀行をめぐる交渉に従事した2007年12月に ザクセン州立銀行は、州議会の承認を得ない、ママバーデンビュルテンベルク州立銀行に売却されたが、後の2009年8月に、ザクセン州憲法裁判所に、この売却は、憲法違反との判決を受けた。2008年4月、州立銀行をめぐる、不祥事の責任を取って、辞任を表明したミルブラッドは、公認に、ディリッヒを指名し、 ティリッヒは5月にシーィのザクセン州代表、さらにザクセン州首相に選出された。就任直後の2008年6月にローマ教皇ベネディクト16世に配謁し、東ドイツ訪問に招待した。2008年11月、ティリッヒが出版した自助伝において、旧東ドイツ時代に体制側で果たした役割が過小に記述されているという批判が起きた。 作戦州首相府は、デアシュピーゲル氏の取材に対して、ディリッヒの履歴書の供与を拒否した。2009年8月に行われた、衆議会選挙では、ディリッヒ率いるシーが、得票率40.2%、連立相手の自由民主党が10%を得たため、再選を果たした。2014年8月の衆議会選挙では、 第一党の座を守ったものの、連立相手の FDP が議席を失った。新たに、衆議会に進出したアフドとの連立を拒絶し、また緑の党には連立協議を拒絶されたため、社会民主党と連立して組閣した。2017年10月18日、年内で、州首相を退任して、更新に譲る意向を発表した。12月13日に、 ミハエル・クレッチマーが後継の州首相に就任。ディリッヒはコーチ・ソレブ語とドイツ語のほか、英語、フランス語、チェコ語、ポーランド語を話すことができる。また、ロシア語とイタリア語にも通じている。妻との間に2時。ありがとうございます。